チャルモグありがとね、サイン会も初めてサイン会参加します、ありがとう。矢田桃子ちゃん12月あよろしく、12月ありがとう。うん、22時まで、そうね、頑張るよ。とはこんばんは、アリンちゃん今日の髪型が嬉しい。今日のね、あのなんだっけ、オフショットみたいな、明日あげようかなと思います。久しぶりありがとう。あ、うっとこちゃん上がってた、やばい、気づいてなかった。半に上がったのかな、22時半、それも言おうね。うん、ゴルフ頑張ってる、頑張ってます、結構そう頑張ってますね。こんばんは、マイクちゃんありがとう。そうスッチありがとうね、たくさん、ポンもハートありがとう。うん、アリスちゃん、うってこちゃんみたいね、嬉しい、ありがとう。なんか嬉しい、なんかね、最近そのうってこちゃんちょっとあのね、更新されて、あの久しぶりなんだけど、なんかあのいろんな、なんかゴルフをあの普通にしてる方、リサなんかイコラブのファンの方とかじゃないに方とかもね、こうなんかそれを見てくださってたり、嬉しいですね。とはハートありがとう。うん、そうゴルフ、さあちゃん結婚してよろしく、ありがとう。そうこんばんは、ストーリーかかったおいしゃちゃんだ、ありがとね、見てくれて。うん、そうかよ、嬉しい、見てくれるのは本当に。ゆなちゃんハートありがとう。参りしてジェラビキュラカフェ、それはもうあの楽しんできて、いっぱい食べてね。そう好き美獣さーちゃんありがとう。イカそうめんいっぱいね、嬉しい、いっぱい、なんだっけ、ポストしてくれたりありがとう。あやくもありがとう。 I love you のーりんありがとう。久しぶりにほんと三つ編みしたよ。今回のとこちゃん投稿様のうち、嘘、ちょっと気になる、見る、絶対に見るね、この後まだ見てないから。そうしょうちゃんありがとう、ケイケイハートありがとう。シュガーバター食べてね、絶対美味しいから。こんばんは、今日も一日お疲れ様、お疲れ様。オレンジメイク似合ってた、テスピー今日のお目目いつも以上に、本当？今日はなんだろう、今日でもちょっとおっきいね、目、おっきめ、おっきめです。みーちゃんハートありがとう。うん、今日から今日のレシピも近い顔するちょっと、嬉しい、京香ちゃんありがとう。たか聞こしてよろしく。うん、前髪が美しい、前髪薄くない、今日なんかめっちゃ激薄、激薄です。ザンイちゃんハートありがとう。そう三つ編みね、ガチ久しぶりだったよ。三角商売美味しかったけど、こぼした、美味しそう、絶対食べたい、本当にあれは食べたい。ぬく結婚してよろしく。薄めです、予定でき、あ全然あの書いたよ、受け取ってね。パッツン率上がってる、そっかー、なんかでもみんな負けてるよね、アイドル前髪みたいなやつ。いくもなやちゃんありがとう。冬だね、パッツンだよりさ、もうずっと分けないよね、こういうことだよね、絶対おかしいよこれ、おかしい、おかしいやん
おかしくない？マジパッツン似合う、パッツンじゃないや、なんだっけ、このアイドル前髪が似合わないんですよ、嬉しい、とてつもなく。だからこう配信とかはたまに やるよ。リーターちゃんありがとう。半袖全然大丈夫、マジでね、暑いよ暑いよ。そう、こう配信ではこう分けることもあるよ。あーちゃん結婚してよろしく。カナとクマありがとう。そう、あのね、外はね暑い、あ寒い、外はね、ここは暑いよ。暑いっていうか、まあ、半袖でも大丈夫って感じです。そう、これ可愛くない？でもこれね、普通に撮れる、ピンパッツンね、パッツン。リサはね、こっちの前髪に憧れるよ、なんかいいなって思いますね。でも似合わないからもうこうパッツンよ、うん、ちょっと似合わないからね。実はお姫さん、あ、そうなの？あら、そうだったんだね、ありがとう。雨だ、あー若干、若干ね、でもそこまで。山継ぎしてよろしく。うん、めっちゃかわいい。夕方、そうだね、ちょっとでもまあ来た、あの振られたっちゃ振られたけど、まあそんなザーブリーではなかった。うん、うん、ほんと？水色？のたんたん、ハートありがとう、うん、こうちゃん、ハートありがとう。嬉しい、友達に紹介してくれたの？まらかちゃんありがとうね、紹介とかしてくれて。北海道明日からされて寒っ、マイナスか、やばい、絶対に寒いよね。もう明日最後終わりなんだよ、早くない？今日の髪型でマグさん、マジ？似合ってる？似合ってる。衣装版の私からのイベント申し込んで。ああ、リタちゃんありがとうね。あれいつまで応募してんだろうか、衣装版の私かいね。そう、あれ結構あのなんだっけ、どんな感じかちょっと未知ではあるけど楽しみ。どれくらいなんだろうか、27とかもね、あ意外とまだ余裕ある感じ。まいちゃん、レシャシカカタありがとう。前髪ちょっと、前髪じゃないか、チークはちょっとなんかびっくりした、あの今この画面見てなんか濃いみたいな、濃い、私こんなんで今日やってたんだっていう衝撃26日だ、あまだ時間あるわ。え、締め切り前に在庫なくなったら終わりなの？え、それはちょっと焦るね、それは焦っちゃった。夏まとめでファンに、え、マジで？私たちだけの音、え、いくらさん、うん、ラストアウトの挨拶練習しててね、本当に？マジ優しい、アリンちゃん今日可愛い、みなちゃんありがとう。どの衣装が好き？え、どのシングル？シングルですか？紹介したけど友達と電話してたから消えたけどよろしく、やばい、よろしく。ハチ公ハートありがとうね。ハチ公だ、ハチ公ってあのハチ公、あのサイン会のやつ。タカハートありがとう。ズルズルが好き、ウォンチューがいい、ウォンチュー。シングルで、うわー悩むな、シングルか。シングルで好きな衣装は、これまでのシングルで好きな衣装は、悩むけど、うーん、シトロンとアノコン、意外だった
シトランとあのコンかな。サブリミナル？ナメルちゃん、ありがとう。今日の髪型で、あー、ポイズンね。ポイズンの衣装。シトランは、いや、M ステじゃなくて、MV。ウォンチュー人気。全部いいけどね。全部いいけど、あのコン好き。私の形が好き。あのコン。初見です。マイキチ。ありがとう、初見さん。前回ありがとうね、みなちゃん。ありがとう。サクサク。やばい、懐かい。サクサクね。確かに背中とかいてるからね、シトロンはね、寒い一瞬、そうだよ。あのコン可愛いよ。あのコンの色味好き、めっちゃわかる。あのコンの色味好き、わかる。あとはそうね、衣装のリボン付き可愛いよね。あ、トリガーも可愛いかもな。わかる。ズルズルの衣装が好きなんですけど、今回の人可愛いよね。可愛いな。トリガー合ってる。欲しいなってる。あ、ビンセルも好きだった。あ、ビンセルも好き。遅かったね。ビンセルも好きでした。私なんかもう全部その自分の形が好きだね。今のリサで船の衣装お願いしたい。うわー、なんかさ全然違いそうだね。そうね、全然違いそうだね。ラブクリエイトずっと着てないな。カップリングの曲ってあんまりなんかその時が多いかも。 MV とかで着るぐらいかな。うん、あーね、手遅れのね、黒セーラー懐かしいよね。どんなのが好きって言ってないよ。そういつもね、そうなの、なんかいつもフィッティングする時とかもなんかその別に自分がこうリボンが大きいのがいいとか、なんかこういうのがいいとか、フリフリが多いのがいいとか、そんなのは全然一切言ってなくて、こうフィッティングの時に見て、あのか、そう見て多いとか、フリフリが肩のとかがあるとかがある。そのフィッティングしてから、そのあの衣装さん、忍さんとかがもっとここをこうリボンにとかはあるけど、そう着たイメージでね。でも着る前のそのフィッティングの時とかは本当に全然そのメンバーの好みっていうか似合う形とかが多いかも。なんかあの6周年のさピンクの衣装とかもそう。骨格はね、いやわかんないけど、ウェーブじゃないかなウェーブだけじゃないと思う。もう一個なんかなんだっけ、何かある、ナチュラル、ナチュラル、ええなんかそういう感じ。どっちかストレートじゃないんじゃない、あれ確か。ちょ忘れちゃったな、どうだったっけな。ワンチャンナチュラルとウェーブかなって思ってるけどね。マサチャンネル、ヤッホーヤッホー周年の衣装大好き、わかる。めっちゃ可愛いよね。ストレートではないよね、わかる。なんかやっぱナチュラルかもしれん。ウェーブプラスナチュラルかもしれない。うん、ひかりちゃんありがとう。骨格はねえわかんないね、なさそう。いやでもあるのかもしれないね、あれなだけで分かってないだけでね。
今日はね、ピンクメイクだけど、別になんかそんなにかも。言うてあのまぶたぐらい、下のあれ書いてない今日。うん。今のビジュで僕クリの衣装みたい。あーね、僕クリのね、演じの制服ですか。あれね、あー演じのね、演じのやつか。衣装本のリサとイコラブカニの時のリサ、容姿変わらない。え、変わるよ、変わるよ、変わるよ。なんか幼かったよ前。りょうや結婚してよろしく。うん、ゆいちゃん選挙ありがとうね、ありがとう。昔見ると幼いよマジで、全然違うよ。なんか幼いかも。まあそれはそうか、幼かったから年齢とかも。いや盛りだくさんだろうなって思う。りさも楽しみ、めっちゃ楽しみ。衣装本楽しみね。大人になったよみんなの。タンタありがとう、キョウカチハートありがとう、ニッキーもハートありがとう。うん、そうだよ、久しぶりに、うん、めっちゃある、久しぶりやーみたいなの。今日ちょっと幼い、幼いかも。髪型で変わるよ、リサ。髪型とメイクとかでめっちゃね変わる。前髪もめっちゃね変わりますね。私って次、いやでもちょっとは喋れるんじゃないかな、6年経てばね。それはね、逆にさ6年経ってさ変わらなすぎたら、それはそれでちょっとね大丈夫そうってなりそうだけどね。昔の画像はあんま見な、たまに見る、あのかあのなんか写真フォルダー見てたらね。でもあんまり意味ないかもね。そうそうだよ。なおくんありがとう、ジャーミね、ジャーミだったよ今日はね。あるやほー、今日選挙ありがとうね、そゆんちゃんこちらこそありがとう。うん、こんばんは、ベネチありがとう、光ありがとう。なんかでもね、よくいや、あんまりよくは言われないから、なんでよくって言ったんだろう。なんかね、いつのツアーだっけな、あのね黒白のあのチェック、 You all are my ideal の時のあの時の冬ツアーだね。あのさ、なんかオープニングだったかな、あれは。なんか黒のさ、黒白のさ衣装があったんですね。なんかその時のなんか写真をね、こう見せたりとかすると、この時可愛いみたいな言われるんだけど、でもあんま変わってないんだよね。なんかなんかそんな自分的にはあんま変わってないんだけど、なんだろうと思ってるけど、あ待って、そうドンキの、そうなんでわかった、すごいね。ドンキのコラボ、あのケイトさんのあれの衣装の時のツアーのあの写真をね、たまたまこう見返してたら出てきて、んでこの時のこれ可愛いって言ってくれたりするんだけどね。でもね、なんかね、あんまりそんなにねめっちゃ変わったわけではないかも。こんばんは、なんだろうな、コラボ見てきた、ありがとう見てくれて、こんばんは高い。そうそう、
そうだよ。でもね、まあ、強いて言ったらなんだろうな、ちょっとメイク薄かったかもね。てかやっぱメイクってさ、そのやっぱダメだね、なんか濃くなっちゃうね、なんか多分なんだろう、多分とかわかんないけど、なんかね、あのね、意外とね濃くなりがちです。うん、こんばんは。そうだよ、メイクはね進化してるのかもしれないね。月ハートありがとう、こんばんは。そうだよ、え、そうだよね。え、でも昔はなんかもっと濃かった、あの一回濃かった、めっちゃ濃くってちょっと落ち着いて、で今はなんか中間かもしれない。そう面白いよね本当に。でもなんかさ、もうちょっとね、なんかアルバムの時期、アルバムの時期ってどうだったかな、ちょっと、アルバムの時期は若干、濃かった。ちょっとわかんないね。おまめちゃんパフェくれたの、おまめちゃんありがとう、書くね。そうね、でもなんかね、ナチュラルメイクね頑張りたいけどね、絶対無理なんだよな。なんかどうやったらいいんだろうか。さつこえ楽しかった、ありがとうね、まめちゃん、まめちゃん、おまめちゃん、ナチュラ、そうなんだよ、あのそれこそさ、ラストノートのドラマシーンみたいな感じ、あの薄い感じね、あれはナチュラルなんじゃない、あのね、あのやつは。だよね、あれはなんだ、でもあれはああいうものだったよね、なんかどういうものって感じやけど、なんだろうね、まあ、設定もだし、でもだから私は思った、私は思った、なんて言うんだろう、みんなが思う可愛いと自分が思う可愛いが違うんだろうなって思った。やっぱ薄メイクがさ、こうやっぱいいって思われるわけ、思うやん、みんな結構、まあでもみんなそう、どれみんなそうか、みんなそうか、薄りさは人気、薄りさは人気だよ、そうだよ。でもなんかあれの時もね、あれメイクさんのメイクなんだけど、あれマジで自分だったら絶対に嫌だったもん、なんかもっと足したいって思ったけど、まあそれはね、ちょっとあれダメじゃん、ちょっとまたそれはそれで設定持ちがおかしくなっちゃうからね、だからまあだったけど、うん、だってドラマシーンはねやっぱみんな薄かったからね。そうだよ、でもなんかね学びたいよね、ナチュラルメイクをね。ナチュラルメイク学びたい。はい、おまめちゃんありがとうね、さつこ遅くなっちゃったけど、さつこれもありがとう、楽しかったよ、ありがとうね、なんか今日暗いな、
ありがとう。あ、小声で。ありがとね、おまめちゃん。また話そうね。ありがとう、小声で。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうね。ありがとう。シュンボ、あ、リサに教えしてくれる。派手髪はね、いや、うん、そう、しないね。あの、なんか、うん、すべてが終わったら、すべてが終わったらやりたいかもね。うん。さあちゃん、ありがとう。ドラマシーンとか嬉しい、ありがとう、本当に。すべてが終わる日。それはまあニコラブにねいる時にできたらいい、一回はやりたいけど、まあ無理な可能性も高いじゃない。だからそのもうそうもうあの終わったらですかね。やっていいとかだったらね。そう、本当にね、そうなんかだからもう今ねできることをねやろうって感じだよね。やっていいって言われたらその状況によってやりたい。あの例えばなんかそのなんていうの、まあ、撮影大事な撮影とかあるときはちょっとやめるけど、なんかちょっと休み入るかなみたいなのだったらやるね。うん、そう。でもなんかね最近なんか髪色とかもなんかいろいろやりたいなって思うけど、なんかさこう似合わないとかもあるやん、なんか色がね。そうだから難しいよねっていうのはあるよ。なんかさイメージとかがさこうずっと一緒やん、まあ、それはそうなんだけど、だからなんか新しくこう変えたいなって思うんだけど、でもそのまあブリーチするのはちょっと厳しいから、そうじゃないやつ普通になんかなんだろうなんか茶色とかって思ったけど、なんかあの私がいつもあの信頼をしてるねあのヘアさんがいるんだけど、なんかあのなんだろうねオレンジとかオレンジ味があるとか黄色味があるとかっていうその茶色は似合わないと思うって言われたんね。でも確かに確かに確かにって思って思うんだよ。しかもなんかその美容室に行ってもなんかそうじゃない方がいいみたいな、透明感とかその逆に顔がこうくすんで見える色だったりとかするからそれは似合わない。だからやっぱり結局グレージュとかが似合うみたいな、なんかってなると、まあ、いつもと一緒いつもと一緒になるっていうね。違う、 あとはピンク系は似合うらしい。だからあの紫とかやっぱやってる色、やっちゃってるもうそうそう、だからその茶髪っていうその茶髪はあんまり似合わない多分リサ、うん、だからまあそうなんかイメチェンとか言ってすぐなんか何、まあ、それも何もない時にやってみるのはまあいいかもね。一回やってでもそれでわかるじゃん似合わないなみたいな、そしたらもうやんないそうやんないね。でもなんかグレージュとかの色ってなんかね暗いやん色的ね。あとはあのブルーブラックは似合わない私、ブルベじゃないやっぱだからブルーブラックは似合わない 100% 似合わない。うんそうだよ。でもなんか今の季節だったらやっぱ暗い色が人気らしいよ、冬だからそうだって、そうしたらいつもと一緒だね
結論いつもと一緒。うん、そう、でもなんかわからないね、何がいいか。いや、言われないとわかんないね。わかる。うん、さやちゃんありがとう。落ち着いた色がいいね、やっぱ。え、そうそう、シトロン、多分シトロンのぐらいの色だったらまだいいのかもしれない。でもあれも抜け出したら多分似合わない色になってくる。難しいね。ゆさちゃんありがとう。髪下ろしたの好き。うん、なんか明るかった時あったよね。でもなんかその時はその時でまあ良かったのかなって思うけど、シトロンの髪色ね、あれなんだろう。あの色はなんだ。あの色はなんだろうか。染めたら染めたい。そうだよね、そうなんだよ。ハイトーンね、ハイトーン気になるよね。おじいさまなんかハイトーンの自分に会ってみたいよ。面白い。ハイトーンの自分に会ってみたいですね。そう、あ、ありがとうね、サイン会お疲れ様って。会ってみたいね。シトロン明るくて夏、わかる。やっぱ夏とかがね、あの色合うね。今とかよりかはビッグでやる黒が一番楽な。まあ万人受けするよね。万人受けするよね。きっかけがないとそれな、できないね、できないよね。でも金髪にしたらなんかさ、なんだろうね、ちょっとそのなんだ、なんかまたイメージが全然違うよね。冬は暗い方が、それね、やっぱそうだよね、わかる。これシーンだよ。あ、シーン、ごめん、シーンじゃん。うん、うん、この髪飾りはどこで買ったんだっけ。シーンじゃないや、なんだっけ、あれシーンかも、ワンちゃん。うん、うん、違う世界線なら、あー、リサは、うん、普通に今生活してたらやってたかも。普通に多分生きてたらね、やってたかもね、多分。あの一般の人一般の人というか、あ、普通に、うん、うん、普通にね、生きてたら。普通に。まあ似合わないって言われても一回やってみたかったらやるかもね。ありよりハートありがとう。ていうかやばい、今日は早く30分で終わるつもりだった。普通の、あ、逆に、逆にね、明るいピンクは絶対かわいい。やってみたい、それこそ一回やってみたい。一回ね、一回だけ。はらちゃんの茶色かわいい。JK は普通だった。全然あのね、全然ね、うん、派手な人じゃなかった。うん、まあ明るくね、 やってみるときはやってみよう。ミルクティーの色いつか、あれブリーチなんよね、絶対あれはブリーチなんよな。いつかね、もう何年か後何年か後にもうね、いつかな、冷静にいつかなって感じだけど、うん、
そうね、全部が終わんないと全部が終わんないといけませんね。もうほんと何年でしょうか。ひかりちゃんいっぱい話すね、エリサがたくさん多分ね。なよっぽどなんかそういう曲だったらはあるかもね。でもよっぽどじゃないとね無理かもねと思うよ。うん、そうです。まあね、そういろいろね、いろんな問題があるからね、そんな勝手にねできませんね、やっぱ。うん、リアル聞かせてよろしく。うん、そうね、うん、そういう感じですかね。明日は早起きですので、私はすぐ寝ないといけません。そうだからね、早く終わろうと思ったのになんかずっと喋ってた。恋愛の曲絶対ないよ絶対ないよ。あったとしても、でもリサは除外と違う、なんかそういう枠じゃないよね。うん、そういう枠ではない気がする。はい除外ですよ。はい、いや違うよ、逆に目立たないよ、逆にやっぱイメチェンした人にみんな目いくやん、やっぱ変わんないから。多分リサ、いや多分まあ変わるとしたら、なんだろうな、髪型とかかなって思うけど、まあ一人だけは絶対ないよ。まあまあまあね、まあそういう時があったらしますね。まあちょっと未知ですけど絶対にない。ショートはね、ショートは絶対に言っとくけど、まあ、ショートだけは一回もう絶対やんないよ。何十年かね後ショートは絶対に嫌です。もう本当にそれこそなんだっけ40代ぐらいもうね、そう、それでいこう。ショートってかボブ？うん。ボブはね、やっぱ無理ですね。私的には似合わない。100% 似合わない。そう、何者でもなくなった後にそうだよ。マジ面白い。面白い、本当に。言い方がね。そう、何者でもなくなったらね。何者でもなくなったら。セミロング？どれくらいだろう？これぐらい？あ、まあこれぐらいは、うん、まああるかもね。いやでも、それはまあ、でもこれぐらいはまあ泣きにしもあらずかもね泣きにしもあらずかもやけど、まあちょっと当分無理かも。それもね、すべてが終わったらあ、でも今の瞳ぐらいって思ったら結構あれかも、短いから無理かもしれない。ショート一度もない人生で。うん、はい、そうです。まあ全てが終わったらっていうとあれだから、まあそのアイドルの時は長い方でいきたいですね。やっぱりいろいろ髪をアレンジしたいなって思うから、うん、それが終わり？アイドルじゃなくなったら私は本当に何でもね、その何でもこだわりが一気になくなっちゃうそれこそ前髪もなんかこんなんもっと短く、まあ、なんで薄くてもいいし、もう髪なんここぐらいでも大丈夫かもそう、今だからね、やっぱりある、今だからのこだわりはもう全部結構強いのよ。何でも前髪も髪型も、うん、全部三つ編みなんてもうほんとね
今多いよね。ガサツになるやめてよ。そうガサツ、まあそうね、何でも良くなっちゃうよね本当に。ダメだよ何でも良くなっちゃうね。でもこれ最近いろんなこといろんな言っちゃうんだよね、いろんなところでも。そう笑われるみんなに。そう、うん、早く寝な、ありがとうね、寝る、寝たいと思います、おやすみみんな。いつまでも見た目似合うかな。そう似合う。じゃあランキング見たいと思います。13位あちゃん、12位たか、11位マーサー、10位、え、これ何、魚、魚、魚、9位人生じいちゃん、8位カイト、7位ザーマイちゃん、6位ハリーオイル、5位タロピン、4位トメゾウ、3位アヤ、2位カナタ、1位おまめちゃんでした。ありがとうございました。おまめちゃんもありがとうね、サツコレもありがとうございました。皆さん明日はみんな頑張ろうね、とりあえず、とりあえず明日も生きるっていうのを目標に生きよう、生きたいと思います。うん、明日ね、あの載せるね、インスタ今日の写真、絶対絶対載せるから、絶対載せます。あとはなんだっけな、あとうってこちゃんは今から言うね、リサストーリーで見る、リサも見たいと思います。ということで今日は早く寝たいと思います。皆さんも明日、土曜日か明日休みの方もいるのかな、休みの方はゆっくり休んでください。またね、おやすみ。サムネ見る、リサも。コメントを見るね、うてこちゃんのインスタのコメントも。おやすみ、バイバーイ。